一家ネズミが怖すぎる。皆さんは一家ネズミ好きでしょうか？今作で初登場したネズミポケモン、複数いるように見えますが、実は4匹で1体のポケモンです。一家ネズミは4匹の家族、もしくは子供が1匹の場合は3匹家族となります。一家全員で集まることで専用技のネズミ算を覚えることができ、この技は最大で10回も攻撃できるというぶっ壊れた技。特性テクニシャン、持ち物は広角レンズ、そしてノーマルテラスと組み合わせれば一撃で敵を倒すことも可能。一家ネズミは一つのモンスターボールに家族全員が入るので仲良しのイメージがありますが、実はこの家族本当は血がつながっていないのではないかという都市伝説があります。そもそも一家ネズミの進化前である輪っかネズミは手持ちの控えにいる時に進化できるレベルになると、突然何の演出もなくいつの間にか進化します。これ初めてゲームプレイした人は驚きますよね。その時に4匹家族になるのか、それとも3匹家族になることが初めてわかります。ということは子供が生まれる瞬間を見ることができない。そして怖いのは、一家ネズミのポケモン図鑑を見るといつの間にか2匹の子供が増えていた。家族のようにも見えるが実際はわからない。いやー、なかなか怖い文章ですよね。一見血のつながった親子と思いきや、もしかしたらそうではなく、プレイヤーが気づいていないうちに別の一家ネズミの子供を誘拐してきたかもしれない。あんまり考えすぎない方がいいかもしれません。